こんにちは。毎日着物生活、木下着物研究所、木下雅弘です。本日は浴衣が着られれば着物は着られるをテーマにお話をさせていただきます。日頃から毎日着物生活をしている私ですが、近年さまざまなところでお話をさせていただきます。まあ、年代を問わず、まあ、会社の経営者の方であったり、大学生や昨年は中学生高校生を対象にお話もさせていただきました。この時にいつも触れさせていただくテーマの中に、浴衣と着物のことがございます。一般的に浴衣というと、まあ、最近は中高生も皆さん夏になると花火大会だとか、お祭りなどで浴衣を着るというのが、まあ、一般的にだいぶなってきましたけれども、着物となるととても遠い存在というイメージが強いです。だいたい、まあ、いろんな場面でこう浴衣を着たことがある方っていうふうにこう聞きますと、まあ、中高生だとかお若い方ですと、まあ、大半の方が着たことがあるというふうに手が挙がります。で、一方でじゃあ今度は着物はというと、もう本当にごく一部というふうになってしまうことが、まあ、多いですね。で、皆さんどうしても浴衣とこう着物というのは全く違うものという印象が強いんですけれども、まあ、今日はその違いについてお話をしつつ、浴衣を入り口に、実は着物というものが着られるんだよということをお話をさせていただきたいと思います。まず、浴衣についてですけれども、もともと浴衣というのは平安時代の、まあ今で言えばサウナ着だったというふうなところからお話をいたしたいと思います。サウナ着、サウナに入るときに着るこう服ですね。平安時代は今のようにこう浴槽にお湯をためて入るお風呂ではなかったので、まあ、蒸し風呂ということで、こう蒸したサウナのようなところにこう、入るのに上から着た服が、まあ、浴衣びらという麻素材の服で、それがまあ結果的にこう今の現代の浴衣というふうにこう変わってたというふうに言われています。時代は江戸時代にこう下ってきますと、まあ時代劇など見ていただいても出てきますけれども、江戸のこう町の中に、まあ、銭湯があります。まあ、当時は湯屋というふうにこう呼ばれていたようですけれども、江戸っ子が皆さん、銭湯に集まるわけですね。で、今現代でもまあ一部銭湯残っていますけれども、まあ、現代のこう銭湯とはまた少しイメージは違うかと思います。当時江戸っ子は風呂が非常に好きで、1日2回も3回も4回も入る人もいたようです。実際に、今のお金で言うと、まあ、100円120円というようなあの入浴料だったようで、まあ、そこにこう集まってくるわけですね。で、現代のこう銭湯とだいぶ違うのは、当時の、銭湯湯屋というのは、まあ、言ってみれば今のクラブみたいなもので、老若男女たくさん人が集まってくるという場所だと。で、特に江戸時代の銭湯は混浴だったそうで、つまり若い男性と女性がこう出会う、こうそういう、こう出会いの場でもあったというところになります。で、まあ風呂に入りまして、結果的にこう風呂から出てこう上にこう羽織るものが、まあ、浴衣というふうに呼ばれるわけなんですけれども、まあ今で言えば温泉浴衣に行った時にこう温泉地に行った時にですね、ホテルだとか宿についてるこう浴衣があって温泉浴衣ってこう呼びますけども、ああいうものとはちょっと多分違うと思うんですね。要するにこう若い男女がこう集まる出会いの場ですので、当時のおしゃれの最新ファッションが要するに浴衣であったということになるかと思います。で、江戸時代は現代とは違ってその身分制度があって、その階級によってこう着られるものが違います。人口の中のシルクの着物を着ていたのは江戸時代のこう中期ぐらいで 2-3% だというふうに言われていますので、まあ、大半の方々は綿か麻素材の服になります。で、まあ、庶民はそういう中でこう着ていたものが綿だとか麻素材が中心ですの で、浴衣としてこう着ていたものというのは当然そのシルクではなく綿素材なわけですよね。で、江戸時代というのは、まあ、世界的にもこう江戸というのは特殊な町で、まあ、人口が非常に多かったというのもありますけれども、商人だとか、
特権階級の武家やお公家さんよりもこう商人がたくさんお金を持っていた時代で、庶民もそういう意味ではこう、まあ、それにこう連動するような形で、ある程度こう文化が広がったという中で、まあ、奢侈禁止令という、まあ、贅沢禁止令がこう何度も何度も、こう発布されたようにですね、まあ要するに着てはいけない、身分によってはこう贅沢しちゃいけないよということで、シルクのものではなくて綿の着物にしなさいと、地味な着物にしなさいというようなことがこういろいろ言われますけれども、まあ、そんな中で、庶民がおしゃれをする一つのこうアイテムというのが浴衣で、浴衣のこう染めにこだわったというところがあるかと思います。ですので、当時の浴衣というのは、まあ、現代で考えるこう湯上がり着として着るものというよりは、最新ファッションと、クラブに行く時のこうファッションというようなイメージに近いのではないかなというふうに思います。今の若い方は、まあ、そういう感覚に近いものがあるかもしれませんけれども、我々の親世代以上になりますと、実は浴衣というと昼間外で着るにはちょっと恥ずかしいものというイメージを持っていらっしゃる方がいらっしゃいます。でこれは私は戦中戦後の影響が大きいのかなと。要するにこの戦前であれば日常的に着物を着る方はたくさんいたわけですけれども、戦時中はだんだんこう活動的である必要があるので、国民服というのが広がって、要するに、まあ、要するにこう着物だと動きにくいということで、洋服と着物の間のようなものだったりだとか、あとはこう門弁のようなものとかをこう着るようになって、で結果的にこう、まあ、戦後、まあ、着物がどんどんこう着られなくなるわけですけども、もともと着ていた普段着の木綿の着物やこう浴衣が、要するに古くなってこう寝巻き化されていったりだとか、もう部屋着化されていったという中で、なんかそういうこう浴衣だとか着古された木綿の普段の着物っていうのは、なんかこう外に着るようなものではないと。で逆に今度おしゃれ着としてお出かけする時に着るものは、まあ、お洋服というイメージになってたのかなというのが、まあ、そうい こう特定の世代の方にとっては浴衣は外着ではないというイメージにつながっているのかと思います。さて話を大きく戻しますけれども、浴衣が着られれば着物を着られるということですけれども、まあ、浴衣と着物の違いって本来何なのかと言いますと、浴衣は、中に、まあ、襦袢という着物と同じ形をしたものを着ずに1枚で、またもう肌着だけ着て着るのに対して、着物の場合は襦袢というものを着て、その上から浴衣を着て着るものになります。まあ、大きくは着物という大きな括りの中のごく一部としてこう浴衣があるわけなんですけれども、まあ浴衣は言ってみれば T シャツですね。 T シャツこう1枚の状態と、でその上にもう1枚こうシャツを羽織った状態が重ね着しているのがこう着物だというふうに考えていただくと分かりやすいかと思います。要するに真夏暑いので全部脱いでて T シャツ1枚、キャミソール、タンクトップ1枚になった状態というのが、まあ、浴衣だとすれば、今日私の場合は、長襦袢に、着物を着ているので重ね着している状態なので、まあ、シャツとパンツを着ているというような形だと思いますけれども、まあ、そういうスタイルになってきます。で、着物というとどうしてもシルクのイメージが強いですけれども、まあ、素材がどうかということではなくて、1枚で着ているか重ね着しているかによって、まあ、浴衣なのか着物なのかという違いがあると。で女性の場合ですと、まあ、帯の形が半幅帯という半分の浴衣と同じような、帯なのか、今度は名古屋帯や袋帯というその、まあ、背中にくる部分が大きなものになるかによってだいぶこう難易度は変わってきますけども、半幅帯なのか名古屋帯袋帯という大きな帯なのかというのは、まあ、着物か着物じゃないかということには関わりはありません。まあそのシチュエーションによっては半幅帯という浴衣と同じスタイルの場合はカジュアルな感じなので、映像としては着れないとかっていうことはあるのはありますけれども、まあ、基本的にはそれも一つの着物のスタイルになります。ですので、よく、まあ、講演などの時にお話しさせていただく時に、浴衣ご自分で着れる方っていうと手がたくさんあるんですが、今度はこう着物着れる方とお聞きするとパラパラっとこう少数になってしまうんですけども、実は浴衣が着られれば、要するに重ね着さえすれば今度はそれ着物になりますので、着物としても着ていただけるというものになります。で、浴衣を着物として着れるの？なんていうイメージの方
いらっしゃるかと思いますけれども、まあ、全ての浴衣があの着物として着れるわけではありませんけれども、着物として着れそうなあの浴衣なんかもたくさんございます。あの実はこちら新しい着物の教科書ということで、あの宣伝になって恐縮なんですけれども、私と妻の木下紅子が書かせていただいた本なんですが、まあ、この中にあの浴衣の着こなしというページがあります。詳しくはこの137ページをご覧いただければと思いますけども、こちらの中で、筑仙さんという筑仙というですね、江戸のあの老舗の浴衣のメーカーさんのあの浴衣を出しているんですけど、こちらの中で、浴衣として着てるパターンと着物風に着たパターンなどもご紹介していたりしてますので、ぜひご参考にしていただきたいんですが、まあ、つまりあの着物と浴衣というのは現代の中ではだいぶイメージが違うんですけれども、まあ、本来はそこの境界線というのはだいぶ曖昧だったということで、ぜひ入り口を浴衣というところを入り口にしていただきながら、まあ、着物へステップアップしていただければなというふうに思います。特に男性の場合というのは、あの今日私が締めている帯、これはあの別に浴衣で締めても構いませんので、男性の浴衣の場合は、まあ、女性のようにこう柄がたくさんないものも、まあ、無地感覚だとか縞のものも多いですので、実は、浴衣を入り口にしながら着物というふうにすごくしやすいのもあの男性の浴衣着物だと思います。特に今年は2020年ということで、海外からオリンピックを目指してたくさんの方々がいらっしゃいます。でそんな中ではあの外国人の方が日本に来るときに実はイメージしているのは、たくさんこう着物姿の方が日本に行くと見られるんだなというふうに実は思っている方がいらっしゃるんですね。あの最近でこそ観光地に行きますと、着物姿の方多く見られます。残念ながら日本人ではない外国人の方がレンタルの着物を着ているケースが多いですけれども、十数年前ですとあの外国人の方によく言われたんですね。私着物着てるので日本に来たのになかなか着物の人と出会えないと。東京はこれだけ都会なのでまだわかるんだけれども、京都に行った時になぜ着物の人はあまり見ないんだということをですね、あの何人もの外国人の方にこう聞かれたことがあるんですが、外国人の方はそれを期待してるんですね。要するにこう海外で見る風景、我々が海外に行った時にパリに行ったらパリらしいものを見たい、ロンドンに行ったらロンドンらしいものを見たい、でマンハッタンに行ったらマンハッタンのこう超高層ビル見たいみたいな、そういう中でやっぱり街の風景と一体な、そこでしか経験できないものを経験したいとして皆さんいらっしゃいますので、まあ、そういう意味では海外の方が日本に来たら日本的なものをたくさん見て、その中にこう着物を着てる人をたくさん見たいというイメージがあるかと思います。でオリンピックはまあ真夏ですので、まあ夏、着物というのは暑いというのもありますし、外国人の方にとっては着物浴衣っていうのは実は今日お話ししたようにそんなに違いがあるものではないので、要するにこういう形のものを着ていれば、まあ、皆さん着物というイメージになりますので、ぜひ、浴衣をたくさん着ていただいて、外国人の方を今年は、お迎えしていただけると、また、2020年以降も海外の方がぜひ、日本に行ってみたいというふうに思っていただけるようになるんじゃないかなというふうに思います。ということで本日は、浴衣が着られれば、着物は着られる、2020年ぜひ浴衣を入り口に着物にこうステップアップしていきましょうというお話をさせていただきました。ご清聴ありがとうございました。